ハンター、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 ハンターでは、東義弘の漫画、ハンター、ハンターを原作とした、テレビアニメ化作品の第一作にあたる、日本アニメーション制作の、ハンター、ハンター及びその続編となる OVA を、扱う。1999年10月16日から2001年3月31日まで、富士テレビで放送された。全話。 ローカルセールス枠での放送だったため、系列局の中には、上記日程では本作を放送せず、自社制作番組、フジテレビ系列の遅れネット番組、他系列番組を放送したところがあった。同時ネットは4局のみで、その他のネット局は遅れネット、未放送となった。遅れネットのうち、三院中央テレビは、本放送終了後に放送し、テレビ大分は途中で打ち切りとなっている。 なお OVA 版はテレビではアニマックスのみ放送。本作品は日本国外でも放送されているが、日本国外では OVA を含め全92話放送されている。タイトルロゴは原作とは異なり、ハンター・ハンターとカタカナで表記されている。テレビシリーズでは原作における残虐なシーンは表現を一部修正している。本アニメでは原作を大きく外れる。 オリジナルストーリーの挿入はほとんど見られない。唯一完全なオリジナルとなったのは原作で描けなかった部分をアニメで描いてほしいという原作者の要望により追加された第2話と18話から20話の3話追加キャラクターとして11話に登場したアニタのみである。原作コミックス11巻にてネオンが占った予言師の一節向かうなら東がいいが テレビ放送60話では、向かうならタバがいいとなっているが、これは原作が週刊少年ジャンプ2000年41号に掲載された際に編集部が東をタバと誤植したことが発端し、後にコミックス11巻では東と修正されている。60話でテレビ放送は終了。最終回では原作の数話前島円にまでアニメが迫っていたが、 クール内で区切りをつけている。最終回では提供ベースに今後の展開を暗示するイラストが使われたが、オクレネット局の一部では局のシステムの都合でブルーバックで提供スポンサー名を表示していた関係上見ることができなかった地域もあった。その後、続編が OVA 化され、ヨークシンシティ完結編を描いた第一期、ハンター、ハンター、 グリードアイランド編を描いた第2期、ハンター、ハンターグリードアイランド及び、第3期、ハンターハンター GI フィナールまでが発売された。OVA シリーズは、実際には放送時期も、制作体制も違うが、TV の続編であるため、便宜上本校に共に、まとめている。本作は、元受けの日本アニメーションが、アニメ事業を縮小していた影響もあり、 制作協力のスタジオディーンホカグロス受けにより制作が行われており、テレビ終盤では少人数でローテーションを回している。監督、古橋和弘と多くの仕事を共にしているベテランアニメーターと共に当時の若手アニメーターを作画監督として起用し、この作品が作画監督デビューというアニメーターも少なくない。原作の連載ペースに合わせアニメ制作のブランクが 長期間になったため、OVA からは、季ごとに監督をはじめスタッフの変更が行われ、制作体制も大きく変わっている。また、グリードアイランド編以降は、セルガからデジタルアニメ制作に移行した。トリックタワー攻略時、外壁をロッククライミングで降りようとしたが、会長の餌になったキャラクターの声を演じたのは、原作者、戸賀シ義博である。また、十三話では、 音響監督の平光拓也が、シークアント役の声優も担当している。32話より、赤星昭一郎もゼブロ役で出演していたので、レオリオ役のゴーダ・ホズミと合わせて、怪物ランドのメンバーが集合した形となった。この回のみ、エンディングクレジットのキャスト欄で、レオリオの位置が、他2名に合わせて、通常より後ろに移動し、と表記されていた。 2011年に日本テレビ版が放送、制作されて以降、当シリーズの DVD は事実上の絶版となり、再放送や配信も行われておらず、現在は入手、視聴不可能な状態が続いている。その一方、2017年、NHK 日本アニメ100の視聴者による投票で、本作は84人にランクインした。主要キャストを記載。この他のキャストについては、 ハンター×ハンターの登場人物及びその子記事群を参照。放送時間は、参陰中央テレビ、BS 富士、アニマックスを除き2000年10月中旬から11月下旬時点。ハンター×ハンター R のタイトルで、2000年4月から2005年3月まで、ラジオ大阪、文化放送他で放送された。文化放送は2003年3月で放送終了。日に、 記載のない2000年4月から9月までの期間は毎週月曜20時30分から放送していた。ありがとうございます。